loveless way. Loveless way.下で今うまいビール飲んでずっとなみんなの曲聴いてて、秀光率いるクルーズのメンバー村が目いっぱい歌って、その後ヒロが歌って、でジェームスが今久しぶりにな、ロックンロール奏でてくれた。それから俺たちの前座やってくれたアマチュアの2バンドもすぐ今回のフェスティバルに参加してくれたらすごく感謝してる。吉川ズ、どこにいるか、うん、どうだ吉川ズ。俺な、今思ったんだけど、このコンサートってのよ、年に1回行ったらもったいねえんだ。どうだ、できたら年に2回、3回と続けていかねえか。なあ、どうだ、なんかこれはみんな
もすげえ気持ちいいよな。それからね、みんなにもう一つ頼みあるんだけども、秀光率いるクールスがなんていうんだ、地方でこれからまたいろいろと点々とバンドやるんだけども、そしたらみんな友達に、地方の友達に言ってな、秀光率いるクールスを応援してやってくれ、頼むぞ。頼まれついでに俺のなデビュー曲送ったんだ、ホタテのロックンロールじゃねえんだよ。ホタテのロックンロールをやろうと思ったんだけども合わせの忘れちゃったんだよ。静かに静かに。ちょっと待って、誰だ。分かった分かった分かった。な、今回は資料を渡すの渡さなかったんだ。っていうか急に決まったから、あれだよ、マラが全部うちの、俺がデビューしたシャープボックスの時のレコードを持っててくれて、不安です実は、ね、ちょっと不安な部分もあるけどな。今日はリハーサルしてですね、うん、本番リハーサルで一度間違えたことないんですよね、うん、やっぱり本人目の前にしてその歌を歌っていうのは初めてですからね、こういう経験、びっくりしました実は。でもあれではコーラスやってくれたんだよ。だから村がここまでコーラスやってくれた曲ってのは唯一あるんだな。それ俺がシャープボックス時代にあった曲だ、問い投げ座ってのを聴いてくれ、頼む。二人で素直に書いた愛の言葉、波が消してゆく、僕の心の痛みもいつか遠い遠い何さに捨てよう、遠い遠い何さに捨てよう。優しく泣いた、あなたはもういない、二人の愛は夏の日の夢、遠い遠い泣いさに捨てよう、
よろしく。